アルミネクロッコ、別名、ドナテリリは19世紀イタリア統一直後、南イタリア山岳地帯の盗賊団を盗卒して、新政府勢力に抵抗した山賊、または、テロリストの中で最も有名な人物。現在のバシリカータ州北部のブルートゥーレ・メルフェーゼ、地方を、主な勢力範囲としたが、その影響力は、カンパーニア州のイルピニア地方、プーリア州のカピタナータ地方、 バーリー地方にまで及び、イタリア南部広域にわたって、軍事行動を呼び、略奪行為を行った。貧しい身分から2000人を配下に従えるようになり、ブライの大将、総大将と呼ばれた。クロッコは、イタリア統一戦争当初は、ガリバルディの軍に加わったが、後に翻って両シチリア王国のレジスタンス運動に組み込まれる。 約4年間の略奪と逃亡生活の間に彼は、この時代で最も恐れられた、ブライの輩となり、その首には2万リラの賞金がかけられた。クロッコは、人殺しの山賊であると同時に、民衆の英雄とも目されており、ことに、反リソルジメント主義者にとっては、現在もなお象徴的存在とみなされている。ブリガンテ・ブリガンテは戦術のように、 山賊、追いはぎなどの無法者、犯罪者を指すイタリア語だが、カルミネ・クロッコを筆頭に19世紀、イタリア統一直後の南イタリアを背景に語られる、ブリガンテ、山賊たちは、反統一、反サボイア、反リソルジメントの立場で新政府に抵抗した、テロリストたちであることに注意する必要がある。本校はイタリア語版、カーマイン・クロッコを翻訳したものである。 イタリア語版のイニオーチューは省略したが、イタリア語版に収録されている参考文献はすべて本校最終項目に転載した。クロッコの聖火カルミネ・クロッコは、現在のバシリカータ州ブルートゥーレ地方リオネーロイン、ブルトゥレに生まれた。当時、の人口は約1万人。別称、ドナテッロは、彼の父方の祖父ドナテロ・クロッコに由来すると言われる。 父フランチェスコは羊飼い、母マリア・ジェラルダ・サントマウロは農場管理人だったと言われる。カルミネは5人兄弟の2番目で、貧しいながらも平穏かつ勤勉な幼年期を送った。半島戦争に出兵し左足を失った王子から、戦争の話を聞き、読み書きを習ったという。1836年4月のある長歌の中に、 猟犬が入ってきて、うさぎに襲いかかりへの外に引きずり出して、噛み殺したので、カルミネの兄ドナートがこの犬をこん棒で撃ち殺すということがあった。運の悪いことに、これが、地主の飼い犬であったため、ドナートはこれを知った地主にひどく鞭ち打たれることになった。妊娠中の母がこれに割って入り用者をこうたが、地主に腹を強く蹴られて、腹の子供を下ろすことになった。 また、この数日後には、カルミネの父が、地主に対する殺人未遂で逮捕、投獄されてしまった。無実が証明されたのは2年半後であった。この一連の災いのために母は精神を病んだ。わずかばかりの家財は売り払われ、子供たちは親戚に預けられた。父の投獄と母の発病によりカルミネは、兄ドナートと共に、プーリアに羊飼いとして、 働きに出された。発作的に故郷に戻った時、母は、すでに彼を識別できなくなっており時を経ずして、収容先で死んだ。1845年、ようやく14歳になったばかりの頃、水かさの真下オファント川を無謀に渡ろうとしていた、アテッラの貴族ドンジョバンにアクイレッティアの命を助けた。謝礼として送られた50デカーティで故郷に帰り、今度は、 ドンジョバンニの義理の兄弟ドンピエトロ・ジュニステリの助力で父の釈放を実現させた。しかし、家に戻った父は衰弱しており、結局は彼が一家を支えるために、ドンビア・ジョロバーリオの農場に、小作に出なければならなかった。1847年5月のある日、カルミネは一家の災いの種であった地主ドンビンチェンソの息子、ドンフェルディナンドと知り合うが、 この息子は、父とは異なりむしろ父の加護を食いて若いカルミネに、農園管理を託そうとした。しかし、カルミネはこれを断り、むしろ三つの古墳を借り受けることを望んだ。これを利用して二百スクードの儲けを出し、それで、徴兵義務を免れようとしたためである。ドン・フェルディナンドはこれに承諾したが、1848年3月15日、ナポリにて、 スイス兵に殺害されたために、二人の取り決めは、保護となった。かくしてカルミネは、フェルディナンド二世軍第一砲兵連隊に配属されて、パレルモとガエータに駐屯した。彼の軍隊生活は長く続かなかった。仲間を殺害し、軍隊から逃走せねばならなくなったためである。カルミネが出生してから、一家の数世は18歳の妹。 ロジーナの手に委ねられることになるが、彼女はやがてペッピーの軽になる、地元有力者からしつこく言い寄られるようになった。ロジーナにその気はなく、彼女の堅タな,な拒否に耐えかねたペッピーノは、ついに、彼女を殴り、行く先々で、彼女の悪口を言うようになる。親類に助けを求めたロジーナであったが、この事件は、カルミニネの知るところとなり、激高したカルミネは、 妹の不名誉を挽回する決意をする。当時ドン・ペッピーノは、夕方に、クラブで賭博に興じる習慣があり、カルミネはこれを知って、彼の家で帰りを待ち伏せた。帰宅したドン・ペッピーノを見つけると、カルミネは妹に対する仕打ちをなじり、モスカーレスッツネと口汚く罵った。逆上したドン・ペッピーノがカルミネを殴ると、カルミネはナイフを取り出し彼を刺し殺してしまった。 人殺しとなったカルミネは軍役を放棄し逃亡する。隠れ家となったのは、フォレンツァの森の中。そこは法を犯した者たちが逃げ込む場所であった。後にクロッコの手下となって、イタリア統一軍に反旗を翻すことになる。他の山賊たち、すなわち、ジュゼッペ・スンマ、ヴィンチェンツ・マストロナル・ディラがクロッコに出会うのは、この時期である。彼らは武装して、団を形成し、 強盗や誘拐を行って生き延びていた。カルミネは、恐竜、リオネーロには秘密裏にたびたび戻っていたが、ある日この町で逮捕される。金庫19年の断罪のもと1855年10月13日、ブリンディジ監獄へ送られる。しかし、1859年12月13日脱獄に、成功。モンティッキオの森に潜伏した。ボルトゥルノの戦い。 クロッコは、ガリバルディ軍と共に戦った。脱獄後、カルミネは、メルフィ軍の長官ドンデチオ・ロルディを介して、ガリバルディの義勇軍が兵を募集していることを知る。時は、シチリアを制圧した先人隊が両シチリア王国の最後の砦、王とナポリに進軍するところであった。ガリバルディ軍として戦えば恩赦が得られると聞いて、 カルミネは1860年8月17日に仲間を引き連れてガリーバルディ軍に合流、有名なボルトゥルノの戦いにも一部隊の隊長となって参戦した。外戦したカルミネはポテンツァの長官ジャチンとアルビーニの元を訪れ恩赦は実施されるだろうと聞かされるが、実際には恩赦は与えられず逆に逮捕される。しかもリパカンディダ村の時団長、 ミケレアナスタッシアを誘拐したことで罪は重くなっていた。これは8月のリソルジュメント運動より以前に盗賊団の仲間マストロナルディと共に犯した罪であった。カルミネはゴルフへ逃げようとしたところをチェリーニョーラで捕らえられ収監された。再び脱獄したクロッコは新政府が果たしなかった約束に失望し、 フランチェスコ2世の下で、ブルボン家の復興を目指す南イタリア主義者たち近づく。そして、土地の神父と有力者の支援のもと、元ブルボン軍兵士のホカルカーノのならず者たちを集結させて2000人規模の部隊を率いることになる。クロッコの下にあったのは43の盗賊団で、各盗賊団には、軍曹1名と、五朝2名がついた。以来、彼らの攻撃は、 ブルボン家の軍旗の下で行われた。クロッコは1861年の復活祭には10日間で、ブルトレ一帯を制圧することになる。4月7日に、ラーゴペゾーレを襲撃して白を味方の守備要塞とし、8日は、リパカンディダのイタリア国家警備隊中トン地を攻略した。クロッコは即座に、サボヤ政権の陥落を宣言し、 フランチェスコ二世の旗と紋章を町に掲げた。10日には、ベノーザに入りこれを主中にする。この時後に、イタリア王国14代首相となるフランチェスコ・サベリオ、ニッティの祖父、フランチェスコ・ニッティが彼らの手により殺されている。続いて15日には、ラベロ・メルフィエと、生きよようと進軍したが、一説によると、この時の彼らの略奪行為はことに生産であった、らしい。 まもなくポテンザ、バーリ、フォッジャから新政府側の援軍が派遣されたため、クロッコは、メルフィを諦め、直近の手下を連れて、アベリーの方面へ移動し、アクイローニア、カリトリ、サンタンドレーヤ・ディコンザ、サンタンジェロ・デイロンバルディを数日のうちに占拠した。ルカーニアを越えて、イルピーニアにまで勢力を伸ばした、クロッコの来襲は、地元民に、大きな衝撃を与えた。 例えば、トレビーコや、バラータなどの町はクロッコの影響を受け、土地の盗賊団を、反政府組織に再編成し、チリアコチェローネナル野党を指揮官に据えたほどであった。クロッコの進軍はさらに、プーリアとの境界も超えた。彼の配下にあった、サンタ型ディプーリア出身のジュゼッペスキアボーネが、支えとなって、前述のサンタ型の他ボビーの テラディバーリエと前進したのである。この頃時を同じくして、クロッコは、かつて彼を支え、ガリバルディ軍への入隊を進めた、デチオ・ロルディが、実は、裏切り者であり、新政府側に、彼の情報を漏洩していることを知る。ロルディへの報復を決意。手下の者たちに拉致を命じて、自らは、エボリ一帯を目指して出発した。一方、ロルディは、 護衛をつけて警戒。盗賊たちに襲われた者の,の逆にこの者たちを圧倒して逃亡に成功、事なきを得た。この一件以来、カルミネはこれまで自分を支援しているかに見えた、地元有力者たちを一切信用しなくなった。1861年8月クロッコは武装集団の解散を計画する。この頃ジュリオデ・ローランド男爵が新政府のバシリカータ。 長官にとして、ピエモンテから赴任する。前任のジャコモ・ラチョッピはクロッコラ盗賊団に、先導された反政府運動が収束しないことを、批判され解任されたところであった。将軍ホセ・ボルフェスしかし、ブルボン家亡命政府による、兵力増強支援が約束されると、クロッコは再び戦いに戻る。ブルボン家将軍トンマゾクラリの命により、 1861年10月22日スペイン人将軍ホセ・ボルフェスが到着。ボルフェスはこの直前にカラブリアからイタリアに上陸していたところ、前述のクラリー将軍ズテにクロッコの連戦連勝を聞くに至って彼との面談を格索した。二人の開口はラーゴペーゾレの森中であった。ボルフェスはクロッコの中に 反新政府勢力の希望を見出し彼を信頼した。そして彼の部隊に軍旗と戦術を授け、正規軍に仕立てることを望んだ。また少数の中道派をも取り込んで、その組織を刷新し、新兵として自らの隊に入隊させようと計画した。彼の目標はポテンツァ攻略であった。この時期ポテンツァの新政府守備隊はなおも健牢を保っていたからである。 クロッコはボルヘスに忠実であった。しかし、ボルヘスに対して、親しみを感じたことは一度たりともなく、ボルヘスが、自分の指揮に干渉するのを警戒していた。カルミネにとってボルヘスは、気の毒な無双家であった。この間に、ポテンツァから、スケットが加わった。フランス人、オーギュスタン・マリオリビエ・ドゥ・ラングレである。この男は、喫水のブルボン王政復古主義者という、 触れ込みであったが、その言動には、曖昧さが目立った。ボルヘスは日記に、将軍だと売り込んできたが、その行動は馬鹿者同然だと記している。いずれにセイオドゥ・ラングレはこの後クロッコと共に、数多くの侵略に参加した。いつもの帽子を冠っていない、クロッコクロッコは、自らが率いる武装集団とボルヘスの軍隊500人と、共に、ラーゴペーゾレを出発。 バセント川流域の町村では兵員を増強しつつ、トリビーニョを襲い、新政府の国家警備隊を瞬く間に配送させ、住民を服従させた。マテラ地方に移動して、11月5日には、バセント川砂岩の小さな集落カルチャーの次に、ガラグーゾを襲った。ガラグースに向かう途中で出会った死災から慈悲を嘆願されるようなこともあり、 残虐行為は皆無ではなかったものの、一体は特別な混乱を招くこともなく選挙された。翌朝はサランドラへ。国家警備隊がよく守る村であったが、サボヤ新政府を憎む、地元住民の協力のもとクロッコ一味はこれを主中に、する。続いて、クラーコ、住民の穏やかな嘆願により流血は避けられた。そしてアリアーノ。 容易に手中に落ちたのは新政府側がすでに逃亡しており、住民が反逆者たちを温かく迎えたからであった。クロッコラの行動に焦燥を深めたマテーラ地方長官は、ついに不評、狙撃兵、国家警備兵の代替からなる1200人規模の兵力を配備する。戦いはスティリアーの周辺で展開した。予想以上に厳しい戦いとなり、仲間から、 多くの死者を出したものの、最終的にはクロッコ側が勝利した。これはクロッコの右腕と称されたニンコナンコの援軍のおかげであった。ニンコナンコは、わずか100人の手下で思い切った作戦に出て、撤退逃亡する敵軍の隊長を殺害し首を、跳ねた。グラッサーの、グアルディア・ペルティカーラ、サンキー・リ・コラパーロ、バーリオなど多くの町村が攻略された。 クロッコの軍隊は11月16日ポテンツァの近くまで進行していたが、結局、ピエトラがラに向かって逃亡せざるを得なかった。なぜなら、新政府側に寝返った、元ブルボン派がクロッコラの来襲を警告し、金と引き換えに、彼らに武器を与えていたからである。11月22日クロッコラはベッダに到着、ルーボ、デルモンテ、バルバーノ、リチリアーノ、 ペスコパガーノを占拠した。しかし、新政府側がピエモンテから帯正しい数の援軍で増強されると、クロッコはそれ以上の戦闘行為は不能となり、仲間にモンティッキーノの森中に撤退するよう命じた。アジトに戻るとすぐにクロッコは、将軍ボルヘスとの関係を絶った。すでに勝利に対する自信を失っており、ボルヘスの配下に置かれることを嫌ったためだった。 ボルフェスはクロッコの変説を受け入れることはできなかった。彼は、ブルボン王フランチェスコ2世に会うために、部下24名とローマに向かった。しかし道中新政府軍の兵隊に捕らえられ、タリアコッツで、部下たちと共に銃殺された。ジュゼッペカルーゾこの時からクロッコは、武器や、金銭の供与、援助を失い、浮遊者層を対象に、身の白金目当ての誘拐や強盗を繰り返す。 進出規模はハルかフォッジャバーリ、レッチェ、レッチェ、ジノーザ、カステッラネータにまで及んだが、これはプーリア出身の盗賊セルジェンテ・ロマーノという協力者を得たからであった。1862年2月2人はアンドリアとコラート周辺に集結。国家警備隊の兵士を殺害し農場を略奪した。1862年8月リオネーロの 民事安全局代表のベスパジアーノ・デルーカは、クロッコとカルーゾに、司法取引を持ちかけた。デルーカは二人を民事裁判にかけることができれば、死刑は回避できると約束し、クロッコには新政府が決定した島への流刑を提示した。しかし交渉は、失敗に終わった。1863年3月クロッコの一味、人子何個、カルーゾ。 カポラル・テオドーロ、サッケ・ティエロ、マーラ・カルネラは、サルッツのビアンキ隊長を率いる、騎兵隊を攻撃した。15人の騎兵が撲殺された。カルーゾはこれまでクロッコの最も優秀な保障だったが、この時期にクロッコとの関係が悪化する。理由には不可解な点が多いが、それはカルーゾがクロッコの意思に反して、捕虜の新政府軍兵士を皆殺しにし、それに起こった。 クロッコが今度はアテッラの盗賊団を虐殺した時に始まったとも言われる。またクロッコがカルーゾの愛人フィロメーナペンナッキオを奪ったからだという説もある。1863年9月14日カルーゾはリオネーロのフォンターナ将軍に投降する。そしてクロッコを筆頭に昔の同胞たちへの報復を用意していた。 将軍、エミリオ・パンラビチーニを頼って、クロッコの計画やアジトを暴露した。この情報漏洩により多くの者たちが死に、クロッコの部隊は徐々に弱体化した。カルーゾの裏切りとともに、国家警備隊の兵力増強が加速し、クロッコの部隊は、オファントに向けての退却を余儀なくされた。それから数日のうちにクロッコに、占拠されたり、彼のもで放棄したソンは、 ことごとく新政府当局の支配下に戻った。クロッコとその一味は森に潜伏し、寛容措置の発令に期待するほかなかった。クロッコの派遣は今や衰退し、彼の部隊にはほんの一握りの者たちしか残っていなかった。1864年7月25日パラビチーニの警備隊がオファントにクロッコを吸収。彼の部隊は大打撃を受ける。 今や避けようもない敗北を目の当たりにして、クロッコは、強行派の援助に、一チの望みを託す。ピウス九世は、かつて両シチリア王国を支持していたからである。しかし、クロッコは強行に敗越するどころか、強行庁の兵士に捕らえられ、ローマで投獄されたのであった。そして、彼が強行領に持ち込んだ、莫大な金はべて押収された。クロッコの逮捕により、 彼の配下にいた多くの男たちが、ブルトゥーレ・メルフェーゼ地域での盗賊行為の角で処刑されるか、投稿せざるを得なくなった。クロッコは、マルシリアの極へ、続いて、パリアーノ、カゼルタ、アベリリーノそしてポテンツァへと移された。彼の知名度は大変なもので、刑務所間を移送される、クロッコを一目でも見ようと、人々は退去して押し寄せた。 ポテンツァノアシッセ法廷で行われた裁判で、検事カミロボレッリが彼に返した罪状は、殺人62件、殺人未遂13件、戦闘被害120万リラ、そして、強盗強括などの犯罪多数であった。1872年9月11日クロッコに、死刑判決が下されるが、刑は、終身強制労働に変えられた。彼はまず、 サントステーファノ等の刑務所に入れられるが、ここで改装録を1889年3月27日に書く。次に移されたのは、リボルノ地方のポルトフェッラー用で、ここで1905年6月18日に死ぬまで、最後の時を過ごした。戦術の女ぐらい、フィロメーなペンナッキオの他に、カルミネクロッコが最初に関係を持った女性は、オリンピアと呼ばれた。 ついで、マリア・ジョバンナ・ティート。クロッコが、ガリバルディ軍に加勢した頃で、この女性はクロッコの部隊に加わり、オリンピアをクロッコから遠ざけた。オリンピアは、その後、フロジュローネ地方のブライキアボーネとも呼ばれたルイジア・ロンズイと関係した。クロッコは次にサンター型ディプーリアで、彼の代理役を務めていたサッキッティエロの盗賊団で、酒管理をしていた女に近づいて、 ティートを捨てる。しかしティートはクロッコとの関係が終わった後も1864年の彼の逮捕まで常に彼の元で活動した。クロッコの回想はその神聖性をめぐって今なお論争が絶えない。クロッコが記憶していたものを紙に書き留め、イタリア王国軍の隊長エウジェニオマッサが手助けをしたという。しかし、そもそもようやく読み書きができる程度の山賊が ビクトル融合などを引用するだろうかという疑問が残る。クロッコは監獄の中でよく読み書きの勉強をしたとマッサは主張したのだが、また、敗者の足跡を消すために自伝的記述は装飾、捏造されているとも言われる。トンマーズ・オペディオは事実に即していないか、もしくは正確に再構成されていない逸話を指摘している。 ベネデット・クローチェに至ってはきっぱりとクロッコの自筆自伝を元作としている。エットーレ・チンレッラは副集団は根拠が薄いと考えている。なぜなら、クロッコが自伝で語っている時代と場所では、いかなる殺人事件もなかったとマッサが証言したのだから。一方、クロッコやメルフィの部来集団に関する本の作者、バシリーで デルツヨア・はクロッコの手によるものは真実であると考えた。そして、インドロ・モンタネッリは誇張と陰徳にまみれた一作品では、あるが、ブライたちの生き様を巧みに記述していると、一定の評価を与えた。ありがとうございます。